ローテーションと手打ちの差はどんなんですかというような、まあ、コメントがあったんですね。で、ローテーションというのと手打ちの関連性、はい、で、手打ちというのはそもそも何ぞや、はい、手打ちは何ぞやってもちょっと僕もよくわからない部分があるんですけど、おそらくこれが手打ちなのか、これは手打ちなのか気がします。まあ、手で打ってる人もね、手で持ってるから手で打つんですけどね。だけどここが早く来てしまうと手打ちかなと。ほんなら早く来ないのは何打ちや、はい、これはまあ言うたら回転打ち、まあ、ボディスイング、いろいろある言い方あるでしょうね。だけどボディスイングというのは体がここへ来てからバッと踏むのがボディスイングような気がします。で、体が行く前に踏むのが手打ちかなと。で、手打ちの方っていうのはね、まあ、たまにおられます。でもその方たちはどうしてもね、打ったらフィニッシュがなんかね、乱れます。で、ローテーションというかボディーターンボディーターンで打つ人はなんかこうローテあのフィニッシュがね、まあ、左足バランスで、ね、立てる足でいくかなと。で、これをまあ皆さんに練習していただくのはこの練習をします。もう一回こう感じ、はい、右に乗って左に乗って、あんまりこれぐらつかない でこれを、まあ、棒でやるんですけど、打つ時は、はい、もうほどすぐ右足を上げなくてこう上げて、勝手にこうやって動くんですね。で、左足上げた時、ぐにょぐにょぐにょってなる方は、これはまずしっかりとここで乗っかってみて、でこっから左に移ってからクラブが燃えてくる。で、その時にローテーション自然に発生するのかなと思ってます。乗ったらこの時点で右足から左へ移ろうとします。右足から外へ移ることは誰もやらない。これやったらね、まあ、バックスイングしたら、ね、練習場鶴の方に歩いていけばこれはします。だからバックスイングしたらこっち側に乗る。で、これは野球も同じで、ピッチャーが投げてきたらこっちの、で、前へ前へ打たないといけないですね。で、前へ前へと打つんですけど、やっぱりこのボールみたいなのがあって、このボールのラインよりも頭がこっちなのはやっぱり、ね、手が振れませんから、当然ヘッドも振れません。ですからここで乗るけど、ね、乗るけど頭はこう、こうすると、まあ乗ってる分だから手打ちじゃない、ね、で、ヘッドをこれ止めようと思っても止まらなくなっちゃう。もう絶対動いてる。こう見て止めれる人はすごいけど止めれない。だからこうしてこう乗った自然にこういう風にヘッドが出てくるわけです。で、その時にトップではフェースがこれをいう風なね、この向き、まあ、これも、まあ、いろいろ言いますけど、このリーディングエッジがまあ、ボール、ね、ボールに刺すのが一番いいかなと。これが上向いたり下向いたりすると、これはフェースが開いてスライス系の人、ね、逆に上向いてフック系の人、これはおられますよ。ですけどこれがまっすぐ でこれを今度ダウンスイングで振り回してたら回ってきますので、ね、これ回らないようにすること打てないということで、これも自然に起こります。ですからあんまりね、そこはローテーションしないといけないとか、で、ボディを使わないかんとか思わないんですよ。これは自然発生的に全部流れ、はい、これは反射と言いますね。反射で起こることなんですけど、さあそこでここは問題なんです。このフェースの向きをここに合わせるのは難しい、非常に難しいです。ちょっとしたずれても、でこれが3度バッとずれるだけでだいぶ右に行きます。グッとだいぶ左、これでもうなかなかねコントロールしにくいんですけど、これで
まっすぐ合わせる努力はあんまりしなくてもいいです。まっすぐ合うようにできてるんです。ただしここがポイントで、頭の位置がこっち来たら開いて当たってしまいます。で、重心位置が、頭の位置も一緒だけどね、右に残ったらやっぱりかぶって当たります。ですから皆さんが練習するのは何の練習してるかです。これは体とヘッドのリズム感をバランスを合わせるために皆さん練習実はしてるんです。本当は形を作るための練習もあるんですけど、形を作るのは球を打つとなかなか形が作れないんです。作れないというか、まあさっきもね、前回言いましたけど、クラブがこう来る人をこうするとか、クラブがこうするとかこうするとかいうのを球を打ちながらできる人、すごいなと。僕はできない、はい、どうしたらできる。これはもうこれです。これはもう、なんかヘッドがないやつ、ヘッドがないやつでこうやとかこうや、これできるんです。こう、ヘッドがあるとできないというのはヘッドの向きを意識するからです。ですから僕は皆さんにお伝えしているのは、皆さんがコントロールができるのは自分とこのグラブの、まあ、振りを、これはある程度素振りならできるでしょう。素振り実際打ったらやっぱこうなる人はたっぷりおられますね。で、だけどそれが完璧にもうドンピシャドンピシャでフェースをまっすぐ、それでもまっすぐいかないです。これはまあこういう理由からです。で、両方完璧だったらもうまっすぐ行けそうな感じがするんですけど、ボールの当たりどころ、これね、マシンに当たりさえすれば今の2つの条件でまあね、曲がらないでしょう。おそらくヒールにやるとフェースがちょっとこう曲がったり、で先っぽ当たってもちょっとこうなる。だからここと、まあ、ボールとヘッドがパチンと合う、これについてはね、プロゴルファーでもエラーします。ですからそんなに頑張らなくてもいい。だから当てることは一切気にしないで、大事なのは自分の体を使ってこの棒をスムーズに振ってたまたま当たったらいいのかと。だから皆さんができることは棒を スムーズに素早く振ることだけなんです。で、ここに綺麗に当てようとするとこのヘッドスピード 40m の人ね、ヘッドスピード 40m の人を時速に直すとなんと3600倍の144キロ、144キロのスピードをまあ合わせれる人ね。ってことは144キロのスピードで投げたボールをここでパチッと合わせれるっていうことにまあ近いのかなと思います。これはちょっとね、もうまあスピードからしたらちょっと無理かなと。ですからここが走るのはあくまで体が引っ張ってきて、引っ張られた後で走るだけで、自分で当てに行くという動作がないのがまあいいからと。ということは、それが広いうちに、まあね、広い意味での当てっていう手打ちじゃない、ね。引っ張ったら手打ちじゃないです。押していったら手打ちです。だから押さないように、はい、皆さんもちょっとね、頑張って練習してもらおうかな。で、形を作るのは素振り。で、ボール打ったときは、ボール打つときは、もう素振りの感覚が身についてれば、はい、あとは、はーい。というふうなリズムです。はい、このリズムの方が大事ですね。まあまあ、珍しく死に当たりました。まあ、ということで、しっかり目を取って、頑張ってください。